ックショップです。こういう日にロングスカート履いてくるとぐしゃぐしゃに裾が濡れたかもわかんない。いすずの遊び餅、いやこれ美味しそうや。色違いの赤くこれ3つずつあったんやけどな。よいしょ、あ、信号引っかかったや。こういうね、赤服のキャラクターショップ、いすず茶屋の遊び餅。みかん丸ごと大福やって、すごい。チーズまんじゅうとかある、すごいな、お店なの。見て帰ろうか。お先、ここいらっしゃいませ。じゃあその店内でお召し上がりでしょうか。あの赤服ショップ、赤服ショップはね、あちらのそこの階段があったところ、あの向こう側なんです。あ、はい、外行ってる一回なんかよかったら座敷側ちょっと抜けるので、あ、大丈夫ですか。あ、はい、いらっしゃいませ。ここ結構ついてるこれかわいいな。お土産買わんでいいの？お土産、うん、なんか買って帰ろうかな思ってんだけど、いや、冷たい。かわいい。これです。かわいい。かわいい。昔々ご存知するの？はい、赤太郎とするの楽しいぞ。そうです、見てはいけない、知ってはいけないわね。見たい、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 よよ、愛としき妻はするべあったか、ぐっとかんしょう。いけない、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 せーの、メイン、これこれこれこのコマーシャル、このコマーシャル懐かしい。伊勢ワンコ、伊勢ワンコ。マグネットはちょっと分からんやん、どうしてるから。これもマーカーあんねやん。マグホーリーやん。ボーンベリーさんめ。こっち。いやいや、これ分かるやし。どうせいい加減に結婚なさい。いやいや。などもあるけど、ただこのボクちゃんと、その顔で。かわいいよね。かわいい。そう。面白い。
こんなもんやっとったら似合うよ、めちゃくちゃ似合うよ赤服の赤服どっちがいいどっちがやるな、こも可愛いけどな、ゴルフマーカーって何赤服のモルネット。だってこの綺麗綺麗。これかわいい、うん、これかわいい赤服の傘、赤服の傘まあまあでっかいね、155センチでかい。そうやで、ね、その代わり靴27.5やで足でっかい足でっかい70キロって、これが等身大ぐらいな、ね、そうじゃん足やっぱり でかいなんかすごい顔でかいなあれか、赤福のお土産ってどこで売ってんのやろ、赤福の餅はここで売ってんのかな、木なんかあそこかな、赤福、赤福いや食べんの、ここで帰ろうかな思ってんけど、あ、こういうとこで食べへんの、あ、こういうとこで、いや食べたいね、食べようか思ってんけど、おぜんざい食べたから220円
そう。前代食べたからもういいやと思って。そうそう。そっち寄って帰ろうか。ここ。うん、ここ赤く売ってんのかな。向こうかな。こっち側かな。どこな、こっち側かな。買って帰ろっかな。でも、どこなんぼか。ありがとう。ちょっとそっちの店見てくるわ。どっちやろな。おかげ犬。いや犬やな。あのみかんの大福なもので売り切れてた。売り切れた。そうそう。みかん。もう4時半か。無理やな。そんな。よいしょ。時間無理だよね。そうそう、時間がある。また来るし。また春ぐらいに来ようかな。ああ、エビセンさんの。さっきなんか来る途中におせんべいとかあったような気するけどな、うん、そこのエビのところ売ってるかな、お土産で。さっきのとこ中でやろう。この野遊びの木の売り切れてんね。いろんな色の赤服。また次は、数ヶ月後に来ようかな、伊勢神宮。今だ来るの。そうそう、参拝は、うん
散歩今度下空から内空全部参拝しようかな思って、で朝早う出てこうかなと思って。だって車で来た方がいいのあたりからやったら。車で来たらなあと2時間ぐらい。料金的にだよ。まあまあ変わらへん。電車の方が安いかな。電車で1500円ぐらい。特急乗ったら3000円ぐらい。片道。そう思ったら車の方が安いねんけど。どうやろう。車やったら動画撮れるよ、1本。まあ動画撮れるけど。運転めんどくさいし。それと。だよなぁ。ネズミもらえた。で、だよなぁ。今度は晴れてる時に来たいな。で、あと、ここも行きたいの。お城とかも行きたいね。お城？お城。竹田城。竹田城行きたいな。竹田城全部行ってほしい。竹田城行ったりところないんだけど。ああ、ここ。朝そうそう、もう暗い間に行って日上がるとき見やなあかんから。あそこも車しかあかんから。こうちゃんの地元やから。汗。醤油かかって帰ろう。竹田城も行きたいな。彦根城とかどうですか。彦根城も行ったことないね。行きたいねんけど。そう。二条城とか。二条城もいいな。二条城。桜の時。そう、桜の時いいし。お弁当持ってきてくれたら多分花見できるんじゃなかったかな。ああ、はい。二条城の受付にうちお母ちゃんのあの。めいっ子かながいてんね。知らんね、思ったことないね。そうそうそう。多分見てこしてないじゃん、知らんのちゃうかな。っていうか多分親戚ってことも知らんと思うね。思ったことないから。これ何やろ、エビ屋さんかな。おせんべいとかあんねやろか。よいしょ。食べるだけかな。向こうなんかほら、ここに並んでるやん。あるある。エビ。お安。エビの身から汁、500円。